日は琉球ドラゴンプロレスリング琉球ドラゴンナイト2019、たくさんのご来場誠にありがとうございます。ご来場のお客様へご案内いたします。まもなく試合を開始いたします。まもなく試合を開始いたします。お客様はお席にお戻りください。 The match will start shortly. Please wait in your seat for the match to start. This will be all for today.琉球ドラゴンプロレスリング琉球ドラゴンナイト2019、お待たせいたしました。これより本日のセミファイナルを行います。青コーナーよりヒージャーキッド版吉野雅人入場。スピーシャルファイティングインザジャングル。琉球ドラゴンプロレスリング琉球ドラゴンナイト2019、本日のセミファイナルタッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー、うちなバイオレットナンバーワン、ヒーダーキープメスピードスター
やったよ。Yeah!
よ。
琉球ドラゴンプロレスファンの皆さん、本日はご来場ありがとうございます。まあ今グル君マスクさんからもお話があった通り、僕は来年2020年で現役を引退します。いやもう知ってるじゃないですか。って知ってるじゃないですかね。まあ琉球さんにはねちょっと早い段階でオファーをもらってまして、まあその時点ではねまだ引退表明してなかったんですけども、まあ引退発表して初めての試合がこの琉球さん、そして僕は今日が年内試合納めなんで、それも琉球さんのリングというのはこれも何かの縁かなと思いまして、今日神戸からやってきました。もしかしたら琉球のリングで、まあドラゴンゲートもね年1回毎年9月に沖縄やってますけど、まあその時まで体が持つか正直わからないですけど、でもなんとか最後の1年なんで踏ん張って、また来年ドラゴンゲートとしてもこの沖縄のリングに帰ってきて、そしてまたオファーをいただけるんであれば引退する前にもう1回このリングで試合をしたいと思います。メールとかありますんで、あまり僕が喋りすぎてもあれなんで、これくらいで失礼しますけども、本当に今まで皆さん応援ありがとうございました。またこのリングに帰ってくれるように2020年開幕から飛ばしていきますんで、それから新川選手胸の傷本当にごめんなさい。これでも一応ドラゴンゲートでショップナンバーワンの使い手なんで、今日は僕からのプレゼントと思って受け取って帰ってください。琉球の皆さん